ハンドルネーム貼っとるやん、ギリちゃん、天保特上宅、1326つもでトップ条件のオーラスで谷川赤石の短期転売になりました。実戦ではツーピンギリ玉で変化待ちとしましたが、ルーピンタムキリチや想像切っての転売取らずなどもありかなと思いました。お願いしますということです。なかなかいい発想ですね。26直と52は問い面のがちいちゃんに近いんで負けですね。別にトップ絶対取りたいわけじゃないんですよね、この人。トップの話めっちゃしてるけど、まあ普通ですよね。特上宅の普通と思ってやっていいんですね。そう、多分この手もらってトップ狙わないけどいやあるかな、いいかな、トップ。これでいきます。トップだろ、こんなもん。いるかな、トップな。せーの、三蔵。三蔵かな。でも上がるでしょ、ウーピン。まあ、ウーピンも上がるけど。もういいだろ、2着で、これ。死ぬほど上がれるから。いや、男だったらトップだろ。いいでしょ、これ2着で別に。いや、これもう妥協できないよ、こんなもらっちゃったら。もう無理だよ。三蔵はでもなんかもうパワーだね。本当だよ。パワーかな。パワーでしょ、三蔵は。一番トップ率高そうな気がするけど。三蔵はでもリアパスなくなっちゃうからな。数層以外ないと思って。形は数層外すなら、ただ3色をめっちゃ見るなら確かに半層とかにしてもとんでもない打点を狙うのは、うん、イメージもサブローピンでフィニッシュしたいんだよね、この2人の馬強は。なんか数層切ってリアッパーとサブローピン層でね、そうそう引いて、うん、サブローピンでリーチみたいな。3層切ったらね、スッチストッパー層だからね、うん、まあスッパー層ね、明らかに減るがパワーでいくってこと。パワーでカバーってことしかなくて、そう、パワーでこれが一番漫画になりそうだけどな。パワーの3層はトンパツとかなら僕は嫌いじゃないけどね。数層でしょ、これは。数層がね、普通リアンパツとサブロッキュー層で、まあ、うん、ちょっと急速的だけちょっと寂しいけど、まあ、いいけど、1、3人も足りるからね、うん、トンパツだと急層が足りすぎるから3層とかは分からなくはないが、数層でしょ、トンパツでも。トンパツはちょっと迷うな。三蔵、三蔵だ。ちょうどさ、前に399って切れてさ、まあ確かにサブロッキュー層減ってる分、三蔵切って、サブロッキュー層頭が先発ならパワーの三蔵はありな気がするね。もう良くない？すごい切って、いやいや、もう上がれ、いつからそんなしょぼい男になっちゃったの。テンホールでそんな2から1狙わなくてよくない？うなすなんてないじゃん、こんな。3から2になるだけで赤ウーピンかもしれないしね、赤ウーピン積もるかもしれないし、いやいや、もっとこうかもしれないし、だってこれ泣いたら意味なくなっちゃうじゃん。ちっちゃい男だよ、ほんとに。C 点取ったらさ、もう意味なくなっちゃうじゃん。M リーグだったら開発できないですもんね。それはトップで選ぶなら全然違う。 M リーグだったらないかも。そうそう、これは数層じゃない、この状況なら。だよね、うん、まあ酸素切って闇にできるっていうのもあるが、テンホルダーでいきなりそんな変えられるな。境界ルーダーあんな死ぬほどトップになってるのに、なんかもう全然ルール違うからね。そうだけどさ、 M リーグだとどっちなんだろうな。別にだって M リーグでも酸素のが安定しそうな気がするな。どうせ出すんねんしなってトップになっちゃうけどな。酸素を切るとやっぱ足んないパターンあるもんね、出上がりが。そうなんだよね、まあ急走的だけだよね。でもなんかリアンパスなくても安めのメンタン赤の5にちょっと足んないみたいな、同点だみたいな。同点だったら負けだ。同点はやだろう、頑張ってこの点差でもらって。同点でこの点差でもらって同点は嫌でしょ。30ポイントもらえるんだよ。これ無理な。3層もこう強い気がする。3層切って3匹引いたら数値層はリーチなの。そりゃリーチでしょ。ダマだろう。いやいや、もう出すよラス目は。いやでも出さないことの方が多くない、この展望状況。ああ、じゃあもう素点無駄だからやめよう、まあ、なるでしょ。まあ確かに狙ってる、なるかもしれないけど、展望がさ、ピョンって出るのがさ、なくなるの嫌じゃん。まあでも焼きでもいいとは思うよ。焼きでもいいとは思うけど、超統一位とかだったらやめちゃうか。焼きでもいいとは思うけど、まあ、M リーガーはやめる人も多そうだしな、ちょっと。この1年のしょぼい男になった。いや、これもういいよ、スーピン切って終わろうぜ。めちゃめちゃちょっと狙ってる。だってザブロピン減ってったらどんどん嫌な気分になるよ、これ。それはもうしょうがない、嫌な気分になる。嫌な気分になる。で、その後もう一回想像引いて、ああ条件満たすわってなるかもしれないし。逆
に切れいいよ、はい、私はこれで正解は数層です。正解は平手みたいな数品でいいよ、確かに終わろうぜ、僕は三層切っちゃいそう、終わろうぜ、はい、はい、ご視聴ありがとうございました、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします、また見てね。